さあこんばんは、始まりました、語り場水野良樹でございます。皆さんご覧いただけてますでしょうか。もう同じねこのスタジオで、以前ですね48時間レコーディングという、企画をやりましたけれども、その第2弾ということで今回は語り場ゲストの方をお迎えしてですね一緒に番組をお送りしていこうと思います。さあ早速本日の特別ゲストにお越しいただきたいと思います。大塚愛さんです、どうぞ。どっか、あ、こっちから。いやこっち、どうぞ。よっこいしょですよ。2度目の成人式やるとよっこいしょになるんですね。よっこいしょがないとね。よっこいしょがないとね。はい、さあ、大塚愛さんにお越しいただきました。今日は大塚愛さんをお迎えしてですね、広場語り場を、まあ、約1時間の間ですか、お送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。ぜひコメントもしてください。ここで見れるようになってますんでね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。いい時代ですね。いい時代でございます。さあ、なんで大塚愛さんと水野が一緒にいるんだというところでございますけれども、2人でこんな番組みたいな感じでやるのは初めてですよ ね。え、なんかいいじゃんなんかいいじゃん、わかんないですこれ。 MC 一応今日はホストなんで、MC でいますよ。前に広場の、ちょっと今事前に流れてたかもしれないんですけど、対談 Q という企画があって、そこにゲストで来ていただいて、それから約1年ぐらいですか、あの時はまだかしこまって敬語で喋ってましたけど、もう最近はだんだん仲良くなって、声が毛深いって言われたりとか、いろんなこと言われるようになりましたけどね。よく見たら毛深くはないんだよそうですね、そんなに毛深い方ではないような気がしてますけど、なんだ、顔がちゃんとはっきりしてるからかな。顔がちゃんと、ありがとうございます。なんかパーツがね整ってらっしゃるから、大塚さんあれなんですよ、そのコメントが褒めてるのかけなしてるのか分かんない、私そんなに結構いい子よ。で、あ、そうです、そうです、それは分かってます常に、ね、褒めてる、はい。さあ、広場、今回の広場はですね、僕が約3年ぐらいでしょうか続けている活動で、考える、つながる、作る、この3つをですね、豊かに楽しむための広場ということで、いろんな分野の方に来ていただいたり、それでお話をしたり、もしくは曲を作ったり作品を作ったりということを続けてました。で、今回広場がアルバムを来月ですね、ついにリリースすることになったんですけど、そこで新曲が必要だと。で、先ほどの対談 Q で、いつか曲作りましょうね、すぐに作ろうねみたいな話をしてたんで、これは大塚さんにお願いしなきゃということで、大塚さんと再びという曲を作りました、はい、なんか、はい、なんかぽいね、ぽい、なんか、え企業の説明みたいなそうね、そうなっちゃうのよね、俺そういうタイプなのよ、ね、なんかそういうなんか安心よね、安心安全会社ですみたいな、ね、いやいやいや、もともとどうですか、今日は観覧のお客様もいらっしゃいますけれども、最後には、曲を一緒に、本当にやるやめる結構練習してたじゃないですか。もうやだ、帰ろうね、ちょっと緊張してるんですよね、え、もうなんかもちろん大塚さんと一緒に演奏するのも初めてでしょ、だから、それでしかもね生で、ねえ、なんてことやってんだ本当本当ありがとうございます、結構コメントも来てますけど、ちょっとなんか拾ってください、ぜひ大塚さん。あ、聞いてくれた方がいらっしゃいますね、 ありがとうございます。花のせいさん、再びいい曲でした、優しい曲、ありがとうございます。今日はですね、その再びの制作秘話なんかもね、お話できたらいいなというふうに思ってます、あ、購入して、どうやって購入、なんだっけ、配信は始まっているので、ぜひ購入してくれた方がミュージックビデオをご覧ください。あ、ミュージックビデオもありますよね。あ、聞いてくれた方がやっぱいっぱいいらっしゃる。もともとどんな印象でした、水野君、お互い、はい、なんか読書が好きそうな子、図書室にいそうな感じ暗いっていうことかな、いや、なんか落ち着いてるというのかな、あ、はい、あ、なんか褒められてる、
うん、あんまりやんちゃ感のイメージはなかったかな、うん、僕はなんか大塚さんはやっぱこうなんだろう作詞なんじゃないかとすごい考えてもやなんかやってる人なんだろうなって、うんうん、まあ、対談でも言いましたけど、思ってましたね。そうですね、全部計算ですどうしよう、炎上したらこの後大丈夫か。でも意外とその今回再びっていう楽曲を作るときに一緒にスタジオに入ったりとか、まあその前に事前にアイデアをね送り合ったりしたときに結構直感で動くところもあるんだなとか、あと素直にあの割とズケズケと言うてでそれはなんか新鮮ですごく楽しかったですけどね。え、どういうこと、普段あんまりそういうえあの正直者がいないの。そう、いやそんなことないですよ、僕はいつも聞き上手なんで分からないですけど。さあ、あの今日はですね、早速大塚愛さんと生配信を進めていただきたいんですが、はい、そう、このモニターを使えるんですね、うん、モニターにトークテーマが出るらしいです、はい、あのお客さんもそんなに緊張しないで大丈夫ですかね。ね、なんか静かでいなきゃいけないとかいうこともないんで、ね、なんかちゃんと座らなきゃいけないのって疲れるよね、はい、大丈夫です、本当ごめんなさいね。配信をご覧の皆様ゆったりとご覧ください、ね、あの一応時間は決まってるんですけど、別に後ろどうでもいいっていうか、ありがたいお言葉でね、いただいてるんで、あのどうぞあの全然お蕎麦とか食べちゃってください、はいはい、もうね10日経ってます、はい、はい、行きましょう、はい、さあ一つ目のトークテーマはこちら。あ、意外とシンプルな共作のきっかけは、うん、もう話しちゃったんじゃないかって、うん、曲作りを始めたのが去年の夏過ぎぐらいですかね、うん、って言ってた誰かが僕だと思います僕だと思います、うんうん、はい、さっき言ってた、うん、はい、最初は、うん、あれ Zoom で打ち合わせをするような感じでしたかね、うん、そうそう、だけど結局Zoom の打ち合わせの後に2人で喋ってる方が打ち合わせっぽかったよねかもしれない。なんか最初はどんなイメージでした、うん、大塚さんはその曲、まあ、水野と曲作るってなったら、うん、なんかどんなものを作ろうってファーストインプレッションでは、とりあえずあの世間様 の, あのイメージにこうそぐわないといけない感じなのかなっていうところがまずポイントかなと思った、はいはい、それを、踏まえるか踏まえないかっていうことが、はいはいはい、私の中では大きかったかな、うん、そう、なんかね対談の中でも、うん、まあどれだけこう、まあ、見てるファンの皆さんであるとか、まあ、世間の人たちとかそのリスナー、うん、ユーザー、そういう人たちがこうどう思うかっていうことをどれぐらい意識するかっていうのが、うん、割とその葛藤もあるし難しさもあるよねみたいな話をしてたんで、うんうん、確かに最初の打ち合わせでそこをどうどれぐらい外すか、うんまあ、どれぐらいまあ自分たち素直にやるかみたいなところは、うん、テーマにあったかもしれないですね、うんうん、でもなんか割合素直な方に行けたと思うんですけど、いかがですか。いや、なんかね、2人でその打ち合わせの後に喋った時に、うん、俺こういう 絵が見えるんだよねみたいなことを言ってくれた時に、はい、すごいなんかスンってモヤモヤが消えて、おお、よかった、あ、確かになって、うん、その2人がどうあるべきかみたいなことの方がよっぽど大事だなと思って、そしたらすごいなんかもう見えたから、お話が終わってから結構もう5分10分で作ったよ。あ、そう、うん、ありがとうございます。あの、うん、喋り終わってすぐ私ゲームしてたんだけどゲームしながらゲームしてたんや。そうそう、あ、見えた見えたっつって、うん、そう、なんかね何曲かあのアイディアを送り合って、メモみたいな送り合って、うん、まあ、その中の1曲が再びっていう曲になったものなんですけど、非常に何だろう、あの澄んだ空気のようなで、あと冬に合うなっていうのをすごい思ったし、あとその2人で話してた、なんかどっか落ち着いていようというか、うん、なんかなんつうんだろうな、そのせっかくこの年になってそのある程度キャリアを経て一緒にやるんだから、なんかその落ち着きみたいなものを感じさせるものにしたいなってことでやりましたね、うん、でそのメモを持って本当にまっさらな状態でスタジオに入って、うん、いや本当ね優しいから、うん、あのその曲を聴かすって私本当に嫌なの、あのデモの状態を人に聞かせるが本当に嫌だの、いつもスタッフさんにも嫌だ、嫌だ嫌だ、本当聞かせたくないね、アレンジャーしか聞けないの。そうなんだ、うん、
もう本当に勇気がいるから私はもう送らないかなって思ってて水野くんから送ってきたもんこれがいいんじゃないなんて言って勧められるもんだと思ってたから、はい、なんかその水野くんが俺が先にねあの恥をこうなんだっけ恥をはいはい、はい、出した出した、うん、って言ってすごいいっぱい曲送ってくれて、はい、なんかその恥ずかしさを取っ払ってくれたのねいやそんなつもりはなかったけどで、はい、その後もさらにまた送ってきてくれて、はいはいはい、あもうじゃあいいんじゃんな私送らなくてなんてちょっとね半ば思ったんだけどさすがにちょっとあの参加しなさすぎかなと思っていやいや、うん、2曲だけ送るっていうねいっぱいもうとんでもない曲数を送ってくれたんだけど、うん、それはすごい良かったんですよ。でもすぐ僕返信しましたもん。これはいいんじゃないって。気遣ってんのかなとか思うよね本当に互いにね意外と気遣いだから、うん、まあ、それでスタジオに入って本当にピアノというかキーボード、まあ、こういうようなキーボードを2台並べて、うん、さあどうすっぺかみたいな感じでスタートしましたね、うん、でサポートのキーボードの方ももう一人いてこうマニピュレートしてくれる方もいて、うん、一緒にこう作業していく。で、うん、歌詞は最初その大塚さんがちょっと当ててあった言葉をモチーフに、うんうんうん、もう2人で書いてった感じですかね、うん、いや2人とも心配性だから、うん、スタジオでゼロからは難しくないってあそれはあると思う、ね、ちょっと下ごしらえはしていこうみたいな、ね、何かその形が見えてる状態で入りたいっていうのはあったかも、ね、うん、行く方向だけは決めとこうよみたいな、うん、それでスタジオに入ってまあ足りない部分ちょっと作っていこうみたいなところで、はい、すごいなんか人数がいっぱいいたんですよねスタジオに。いつもに見ないぐらいの人数が、はい、あの中でねあのひたすらずっとじゃあそこの空いてる部分作ってよっつってあれねずっと一人、ね、あれ結構きつい時間だったよ。いや無理だよ私よくやったなと思う本当ずっとさしかも黙ってんのみんななんかこうやって、うん、それで、うん、ちょうど大サビって言われてるような部分を僕が預けられて、うん、その場で作ってたんですよ、うん、でもなんかこうじゃあワンフレーズ歌ってもなんかリアクションないしこれは結構やばいことになってきたなって内心は思ってたそう、それでそう今日ねせっかくなんで僕がこの、うん、まあ、いくつか大サビのアイディアを試してる時に、うん、あるフレーズを歌った時に、うん、大塚さんがいいねみたいな感じで言って初めてノーリアクションだったのを褒めてくれたんですよ、うん、でそれが採用されて、うん、なってるんですけど、うん、その瞬間の音を聞いていただきたいと思います。それを俺なんか携帯撮ってたの、うん、僕が大塚さんに褒められた瞬間どうぞ。ララ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 La la 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 それじゃない？おマダムがね出てきちゃった、うん、衝撃のそれじゃない？でこれがまあ採用されてこれを原型にももうちょっと整えたりして、うん、まあ、結果の形になるという非常に印象的なシーンでしたけど、うん、どんな気持ちでしたか、うん、なんかね難しいよね。なんかここで止めていいのか、はい、まだ出てくんのかなみたいなそのとりあえずでもいいものはいいはいはい、って言っとかないと私も忘れちゃうし、あんま嘘っていうか、うん、いい意味での嘘も含めてなんつうの、うん、お世辞を言わないっていうか、うん、いい悪いはすごくはっきりしてますよね、うん、それはなんかテイクを選ぶんでも、うん、そのメロディーを選ぶんでもなんか全てに気持ちよく感じましたね、うん、はあ、ちょっとコメントもねそれじゃない可愛いって目覚ましテレビでもこのエピソード話されてて今日ね目覚ましテレビのなんかニュース流れたみたいですけどこのエピソード話してた。そうなんですね。リアルな感じがいい。もうリアルですよ。もうドキュメンタリーですよ、うん、あれは、うん、あの瞬間私もあんなにマダムだと思ってなかったちょっとね、うん、ちょっとここら辺からグッてくる感じがあったもんね。本当
あのいいよ、もう一回言ってあげよう。いやいやいい、いい、そういうプレイいらない。そういうプレイいらない。愛、うん、さんにいじられる水野さん、うん、なんだか弟感がありますね。そう、うん、俺も思う、うん、いや水野くん若くない、うん、あ、また褒められてんのか。なんか最初僕のこと同い年だと思ってなかったらしいですね、あなた。うん、だってなんかなんだろう、フレッシュ感、やっぱりフレッシュ感、うん、うん、ねねってほら全然うなずいてない。うなずくまでに1秒ぐらいかかってるから、一応気使ってなんか なんて少年感っていう、少年感、うん、うん、まあなんかう、まあ、じゃあ次のトークテーマいきましょう。あ、どうぞ。ポン、あ、来てる。レコーディング時のエピソードについて、あ、これはあれかな、さっき今喋ったやつかな、うん、さらに次行きましょうか。あるかな、どんどんどん。2人で作業してみていかがでしたか。うーん、あ、どうだろうね、意外とさ、うん、意外とでもね、別にアイディアをすぐ試す人よね。そうだっけ。だからいや多分時間がないんだよ。え、あの落ちサビのさ、うん、なんかさっきも雑談で話してましたけど、うん、落ちサビの、うん、から戻ってくるところのフレーズとかを、うん、突然スタスタスターってブースに入って、うん、ちょっと撮りますからって言って、うん、歌い始めて相談もなし、うんうんうん、ごめんね、本当それはもう反省してる。いやいや、だからなんかすぐ形にできる人なんだなって思った、うん、曲作りがね、いつも早いの。そうなんだ。30分かかんない。え、悩まないの。悩まない。何その天才。悩まないというか、あのなな見えてるものを書き起こしてるだけだから。出た出た、そっちの人だ。だからできないときはもう多分一生できないし、うんうん、考えて作ってないから。え、じゃあこう待ってるの、なんか、うん、イメージがパッて湧いたらもういっちゃう、うん、そうよ。ただそれだけの話だから。ただそれだけの話になれないんだから、みんなみんなそれになりたいんだから。パッとうまい、パッ、いやいやいや、でもパッと出てパッと書くになりたいんだからね。だから薄っぺらいと言われてしまえばね。いやいやいや、 いや、 いや、そうですよねってなっちゃうけど、うん、ほんと時間かかんだよな。難しいな。まだこれあります。まだ、じゃあ次行きましょう。ドン。うん、うん、でもなんかやっぱさ、うん、一人じゃないってすごいね。なんとかしてくれるかなみたいな。だから普段は一人だもんね。うん、一人で背負ってるもんね。すごい心強い。あのさっきね、うん、ちょっと取材を受けてたんですよ。取材で写真撮影があってね、その二人で撮ったんだけど、やっぱ大阪さん一人が慣れてるから二人感がなんかちょっとこうさ、うん、新鮮だったでしょ、うん、で私あのセンターが本当に苦手で、ライブでも。いや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 、センターが嫌なの。端っこがいいの。いや端っこの方が、あなたを見に来てんでしょライブ。端っこの方が実力が出せるの。あ、うん、だから二人とかになるとセンターじゃないじゃん。そうですね、すごい気持ち楽。でもね、そのなんかあの、うん、ウィズ感は俺の方がうまかったね、うん。そのメインの人がいてふってウィズ感で写真撮るときのウィズ感は俺かなりうまいと、うん、合わせる感じがね、かなりいけると思う、うん、いや本当、いろんなウィズ感をやってきたから、うん、包容力がすごい。さあそのうちに今テーマ出てました、はい、アレンジを蔦谷光一さんに頼んだ理由は今回、うん、はい、サウンドプロデュース、うん、蔦谷光一さんにお願いいたしました、うん、はい。なんか前から一緒にやりたかったでしょ。うん、だってなんて読むんだろうと思ってたの。もうちょっとね、うん、確かにそんなになんだかあの多い名字ではないし、これは人の名前なのかなっていうぐらい、はい、とんでもない存在感と、なんかとんでもないすごい人なんだっていうことしか分かってなくて、うん、ただそういうあのちゃんとこう音楽極めていらっしゃる方に嫌われやすいもんだから、はい、うん、私なんなんだろうね、その嫌だって言われるかな、うん、と思ったんだけど、うん、やったことあるって言ってたから、はい、もちろんじゃあいけんじゃねって思った。いや、でなんかやっぱこう預けてみようっていう感じに、ね、うん、なってて、預けられる人で、うん、しかもちゃんと子が強い人で、うん、なんか蔦谷さんお願いしてみるのもいいんじゃないかってことを提案したのを覚えてますね、うんうん。そしたらあの、ね、今大塚さんは、もしかしたら嫌われるんじゃないかみたいなことをおっしゃってましたけど、うん、
実際は蔦谷さん大塚さんのことめっちゃ好きでなんか急にスタジオで僕ねなんか大塚さんの夢見たことあるんですよみたいな思春期の中学生みたいな告白しててなんかでもすごい楽しかったですよね。いやだから私のことを嫌いな人の夢に全部出れば好きになってもらえると思うってことに気がついたなかなか大変ですね、うん、さあ次のトークテーマもいきましょうかどうぞ、はい、あコメントも結構来てるね。曲作りを一緒にしてみてお互いの印象で変わったことは、ウィズ感が今バズってますねこれねコメント欄でやっぱあれかな、うん、すごい男男しい人なんだなって思いましたね。男男しい人ってどういう意味？もうちょっとなんかなんていうの受け身な方なのかなみたいな、はいはい、受け身ですよその印象がね、うん、でも結構こう自分から引っ張っていく感じがすごいあるんですよ物事を、はい、とかすごいあれじゃないリーダー感じゃない？あのなんとか係でリーダー結構長くやってるから係長の時代が長いから、うんうんうん、仕切るのは好きなのかもね。あ、はんはん、それがあるのかも。でほら普段一人でやられてるから、うん、なんか突然仕切る人が現れるのが新鮮だったんじゃない、うん、いいねそう、それでなんかやっぱ、うん、なんだろう安心感があるのよね。ありがとうございます。任せときゃいいやみたいなそれは丸投げなのかな、うん、ちょっと安心感、うん、その感覚がやっぱりちょっと離れてると安心できないじゃない。なんかちょっと伝えても、うん、違う風に捉えてたらどうしようみたいな、うん、やっぱ制作するにあたってそこがちゃんと一致してないと、うん、大丈夫だろうなって思えないじゃない。そうなんかだから音の話にしても例えば、うん、ミュージックビデオ昨日公開になりましたけどミュージックビデオにしてもなんかこここうした方がいいんじゃないみたいなことを言い合わせなくても同じようなこと言ってたりみたいな場面が何度かあってそれは僕としても嬉しかったし、あとまあやっぱ最初からイメージが割と共有できてたんだよね。でそれでなんか細かいところも基本的に方向性は同じっていうかまあそれが今回はあったかな。ちょっとコメントできてるんですけど声が毛深いの真相を知りたいですえみんな思わない思わないのみんなは衝撃ですよ私だけ。いやこれねなんか今から配信見た人に説明するんですけどレコーディング中こう仮歌を取っていくじゃないですか、うんまあ、こんなメロディーしようかなって言ってそしたらなんかこう突然なんかさ声毛深いよねって毛深いってなんすかって言葉の選びが違ったのかな。いやそんなことないの、ね、色気があるって言ったら分かりやすいんですかね。褒めてくれてんだな一応なんかこう男の色気みたいなものが声にあるよねっていうのが毛深いっていう言葉に置き換えちゃったんですよね。これだと分かりやすいですか皆さんどうです。本当にちょっと、さあ今回はね、再びの歌詞を、まあ、改めて2人で書きましたけれども、うん、歌詞を見ながら作詞について話もしていきましょうということで歌詞を表示していただけるんでしょうか、はい、どうぞ。ん出るのかな。出てるね。お、来た。はい。今回なんか大塚さん的にポイントにしているとことかなんかありますか、うん、でも割合スッと出たイメージがあるけど、うん、まあもうサビがデモのまんま、うん、そのまま引用していてこっからなんか見えるものをどんどんこう明確にしていくというかね、うん、でやっぱりいつもだとこう全部自分で書くから、ああそうか、やっぱり私から見えてる私だけの視点っていう一視点だけなんだけど水野くんがこう書くことでこっちからの視点も入ってくるから2人同じ気持ちであってもなんかどっかなんか歯車ずれちゃったな、はいはいはい、みたいなずれポイントがより分かるし、はいうんうん、それって一人でも書けるのかなってどうなんだろうなみたいなものは思いますけどね。あとやっぱこれこの大サビね、ここを僕が書いたんですけど、これがこう何度でも愛になるっていうフレーズがなんか大塚さん的にはいや自分は書かんと、うん、恥ずかしいもん言えない私なんだろうね、ここロマンチック最高潮じゃないね、言えるみんな割とねロマンチストだ。しかもその後見て抱き寄せちゃったの
これもうね、うん、これから生演奏するのよ。ピークだよ。歌うのよ。ね。そう。すごいこの瞬間に恥ずかしくなっちゃうじゃん。すごいよ。うん、こんなんだから下は私じゃん。上あなたじゃん。ね、うん、ほら見てこの差、ロマンチック度の差、全然違うくない。いやでも腕の中で眠っていくとかもいい、うん、だってあなたが抱き寄せちゃったんだ。流れでね、うん、流れでってもう抱き寄せられたら寝るしかないね。もう、うん、最初そのこのサビのイメージ、うん、モチーフがあったり、まあ、ここら辺も結構ちょっとあったかな、うん、で現場で僕が覚えてるにその歌い分けとかも別に決めてなかったから現場で、うん、あれこのキーだったら、うん、この音域だったら A メロだったら僕も地声でいけるなと、その女性のキーになってるけど、うんうん、だったらここで入れ替えるかみたいな、その2番を僕が入ってこうデュエットみたいにしようかってなった時に、じゃあここを僕が書こうと、うん、2A、2B のあたりを、うん、そこでさっき言ったその男性からの目線と女性からの目線、2人の目線が交錯するみたいな構図になってって、うん、でこのはぐれていく心を呼び止めてよ、呼んだってこれをね大塚さんがね、うん、こう僕がこう歌詞書いて提出してね、うん、みたいな、あはぐれていく心を呼び止めてお前が呼べよみたいな違うお前が行けなんかここが、うん、そのまあ良くも悪くも、うん、その男性っぽいそのなんか、うん、待っちゃうとかね、うん、その女性が何かしてくれるのをこう一歩待っちゃうとか、うん、なんか自分から行動しないとかそういうとこの、うん、まあ、ある意味生々しいところが出てるねって、うん、だからそれは女性の大塚さんからするとあんまり書かない感じだったっていう、うん、それはどういうことですか。いやちょっとわからないですねそんな自然にパッとイメージが出ちゃったもんな、うん、出ちゃったのですけどね、うん、でも結果なんかすごくいい形に僕はなったと思いますけれども、うんうん、タイトルはどうやって決めたのっていうのが来てますけれども、まあサビで火があったんで、なんか火の名前にしたいなって言ってずっと灯火とかなんかいろいろ火のつく名前を言ってたんだよね、はい、出てこなくて、マニピュレーターのデビンさんというね、うん、方がですね、再びってどうですかみたいな、こっから、うん、その火に関してでももう一回この再会するとか戻るとかなんか回復するとかなんかそういうイメージを言葉にしたいんだけどみたいなことをずっとスタジオで出したら、うん、火か再び天才だよねそれじゃないっていう2回目のね それじゃない入りました。でも再びになりまして、うん、はい、そういう感じでしたね、うん、そう、さあまたまあ根幹になるんですけれど、改めてこの歌詞のテーマは、うん、何でしょうか。難しいねテーマ。まあ人間生きてればこうね、うん、噛み合わないやら噛み合うやらっていうのを繰り返しながら、はい、だけどどっかでこうやっぱりなんかもうなくしちゃいけないなっていうところに気づけたらこう、ね、踏みとどまってそれでやっぱ諦めないで立ち上がるっていうことは経験上やっぱ何回か皆さんもあると思うんですけど、うん、この今の過酷な数年間を、はい、みんな苦しんでこうなんとか踏ん張って生きてきた中で、うん、ようやくなんかちょっと前にできてたことがちょっとずつ復活していく世であるということで、はいはい、まあ、この曲がちょうどなんか合うかなっていう気は ね、うん、自然にしてて、うん、でなんかすごいなんか表面上にこう頑張れっていうことじゃなくて、はい、心の中の頑張れをもう一回こう灯すみたいな曲になってんじゃないかなって思いますよね。そうだね、なんか押し付ける感じじゃないもんね、うん、自然とその灯すっていう言葉がありましたけど、うん、それぞれの人の中のなんかこう熱みたいなものをこうちょっとずつ温めるみたいな感じのイメージはあったかもね、うん、そうで、ね、まあ対談級とかで話しててやっぱり大塚さんも今年でデビュー20周年なんですかね。すごい。で僕らは16年とかかな。で、まあ、ある程度こういろんなことをやってきて、うん、まあ、その上でこう
もう一回、まあ、リセットってわけじゃないんだけど、うん、違うフェーズに入っていくっていう気持ちをどこか共有できてて、うん、それがこの曲にもなんか反映されてる気がしますね。再びっていう言葉も含めてですけど、非常に芯を食った曲になったんではないかなと、うん、私そのように考えております。はい、歌詞の中で好きなフレーズはありますか？ある？全部好きなのかな？すべてかな？すべてです。きた。結局なんかどんなにこう未来を考えて不安だな、うん、無理かなって思っても、今っていうなんか瞬間が、あ、やっぱ好きって思ったらそれが全てなんじゃない、はいはいはい、って思っちゃうんですけどね。なるほどね、うん、そういう意味でね、うん、でそれしか原動力がないんじゃないかっていうぐらい私は大事かなと思います。だんだんその、うん、こう一瞬一瞬を慈しむみたいな感覚が増えてくるね。うん、それは何なんだろうね。40歳40歳ってことなのかな。分かんないけどそれは思うよね。うん、さあコメントもたくさんいただいてますけれども、はい、あ、20周年おめでとうみたいな話も来ています。ありがとうございます。YouTube で聞いたけれども、ストリングスのアレンジが素敵すぎました、うん、蔦谷さんがね、カルテットではなくて3人でやってましたね、うんうん、ビオラ、バイオリン、チェロかな、ね、メロディーラインが本当美しい。300万円するマイクで撮ったと聞きました。ん、いつこれ、イーラム、いつ聞いたのこの人は、ね、300万どういうことだ、関係者なんか俺どっか口笛ったからすんごい高いマイク使ったんですよ、うん、でも300万は嘘だね。今ちょっと高くなってる、円安で。本当に、うん、あ、じゃあそうなのかな。あ、そのまあ値段は上下しますよ、うん、あ、しかもあれだね、最初そのデモのスタジオにあったマイクで、はい、イーラムが置いてあったんで、私はこれがいいって言って、はい、イーラムをお借りしてやったら結構自分の声と相性が良かったんで、うん、あれこっちの方がいいかもしれないと思いながら、一応自分が持ってるイーラムも持ってって、はい、背比べして、したらほぼ一緒なイメージだったよね。あれすごかったね。聞いたら、まあ、高いマイクとかそのヴィンテージのマイクとかって個体差が出るんですね、うん、同じメーカーの同じ品番のやつでも、品番そのやつ種類のやつでも、うん、なんか違うんだけど、かなりクリソツな似てたよね、うん、それで結局ね、結局2台使って、私自分のやつ結局使った私はあなたがいいって言ったやつを使った、うん、あ、スタジオのスタジオのやつを使わせていただきましたけど、贅沢な、あ、でもすごく贅沢な、うん、本当贅沢な制作環境。いや本当よ、なかなかないこれで。ラッキーだったね、あのスタジオ使えたのも、うん、ソニーミュージックスタジオのちょっと大きなスタジオを使えたんですよ、うん、ね、そしたらたまたまね、たまたまちょっとスタジオのたまたま全然違うトラブルで、うん、もっと狭いスタジオを使うはずだったのに大きいスタジオが使えることになっちゃって、ラッキーだったね。もうやっぱりソニー様はすごい。本当にありがとうございます。さあ、そうです、昨日ご覧いただきましたでしょうか、再びのミュージックビデオが公開されました、はい、こちらですね、まあ、大変豪華なんですけども、滝本美織さん、そして浅利陽介さんにご出演いただきました。俺撮影現場行ったのよ。あ、俺ね、一人で、おう、あ、この駅とかに、はい、はいはい、よかったよもうなんかそれでさ、撮影、うん、でほらお芝居ってあんま見る機会ないじゃない。で、あ、生でね、そう、2人で出会うシーンとか撮っててさ、うん、わあすごいと思って、こうしたらスタッフさんこっちバーって行ってさ、したらなんかその一般の人がパーって来て、何撮ってんの、僕に、おこれ何撮ってんのって、何ですかねってっていうタイミングがありました。なんか監督かなんかだと思われたのかしら。スタッフだと思われたじゃない、ね、いやでも本当素晴らしい形になりましたけども、ね、大塚さん、ミュージックビデオをご覧、うん、完成したものをご覧になって、うん、いかがでしたか。いや、なんか
これだけの話も見たいよね。あのこの2人のドラマ、2人のドラマそうだね、うん、セリフありでちょっと見たい気もするよね。ミュージックビデオってさ、うん、当たり前だけど音楽が流れてるから、うん、セリフが聞こえてくるわけじゃないじゃないですか、うん、でもやっぱ役者さんすごいなと思ったのは、それこそ浅井さんのこう目線の動きであったり、うん、滝本さんのこうちょっと笑顔になったり、ちょっと不安そうな顔になっただけで、うん、それがつながるだけですごいストーリーが見えてくるっていうね。なんかキュンときましたよね。そしてこの猫背な僕ですけど、うん、いやだからあのこの浅利さんの持ってる哀愁感、はいはいはい、と哀愁を俺も浅井さんには言えなかったけど、うん、なんか近しいものでしょねえ、うん、なんかさすがにご本人になんか突然来てね、うん、言うのは失礼かなと思って、うん、なんか似てるとこありますよね。いや本当夕暮れが似合う、ね、この背中とかで、あ本当、うん、ね並んで見てほしい、うん、ねこれ美味しそう、美味しそうだね。お腹すいた、みんな食べました？食べてない、あそんな時間ですけど、一緒だ我ら、ほんとねお腹すいたチームだ。ミュージックビデオ見ました、うん、綺麗で生活感があり、はい、なんだか引きつけられました。いやいいですね哀愁を、うん、さあ我々も一応歌唱シーンがあって、うん、12月の末ぐらいでしょうかね撮影しましたけれども、うん、一人でやるときとは どうですか、違いがあったりします？やっぱね気使うよもうあすみません、ちゃんとしなきゃいけないって思うね。あそう、いやでもすごい、うん、いい形で撮れたと思いますけどね、うん、やっぱであと映され慣れてるっていうのが、うん、すごい感じた。いやいや必死。あそう。そんなね現物いいもんじゃないんで頑張んないと、いやいや頑張んないといけないの本当に。色が本当綺麗ですよね。あそうそう撮影は浜田秀明さん、うん、生き物係や広場、生き物係のアーシャも撮ってもらったし、広場の今回のジャケットも撮ってもらったり。うんカメラマンとして活動されてますけれども撮影していただきました。なんかねいいんだよねこの時間を感じる写真っていうのが僕は大好きで、ね、素敵、今回映像で入っていただきました。おいしそうだ。そうこうかわいいしばらく見ましょうかこれね。ねえほんと素晴らしいですね役者さんって映えるわ。素晴らしいわ、うん、コンさんなんか、うん、微笑みが生まれるタイミングとか計算してんのかな、ね、すごい自然じゃない、うん、このね最後歩いてんのいいよね。